初見です、可愛いですね、ファンになりそうです。なれなれ、今すぐファンに。はあ、なってくれ、頼むから。なってくれたら野球系したる、あんたと、あんたと野球系したるから。頼む頼む、松井見て、どう考えても1枚だよ、どう考えても1枚だよ、ブレザー1枚だよ、ブラウス着てんの。おい、野球系しようぜ俺と。そんな勧誘ある？いや、必死必死必死よ、夏の祭り必死です。貪欲に行けって言われました、占いで言われたの。靴下から脱ぐんでしょ。いや、そんなね、めめしいことはしないね。祭りはここの髪留めから。いや、でもさ、冷静になって考えてよ、女の子、普段髪の毛結んでる女の子が髪の毛をほどく、ドキッとすんじゃん。ねえ、そうでしょ。そう、でも逆に考えたら、君が全勝すれば、もう何をどうあがいたって全裸。まつりちゃんね、そう考えたらもうなんかいける気してこん。その代わりじゃんけんに負けたら100万ちょうだい。かけ狂いましょう。ハイリスク。え、ハイリスク、ハイリターンだろう。祭りの服を脱がすのに1枚100万円って考えたらどう、高い安い、もうリボンとかじゃなくてブラウスを脱ぐって考えたら100万どう、安い。安い、ほんと10でも高い。嘘、アイドルだよ、同人誌だと1000円なのにな。そうか、そうだね、祭りじゃなくても同人誌買えば1000円だもんね。そりゃあちょっと、あ、同人誌でいっか。そりゃ同人誌でいいわ、1000円で祭り脱ぐもんね、同人誌の中だったら。あ、そうかそうか。それで、天才や、天才おった、コメント欄にみんな同人誌でいっか。でも祭り同人誌読むよ、実は。自分の同人誌読む派？あ、自分の同人誌出ないか、みんな。マジでは、読む派なんよ。自分の同人誌を。ピクシブとかも、夏色祭り R18 って調べたりするんだよ。みんなのそのイラストとか、同人誌とか、祭りに対して時間をかけてくれたのが嬉しいってこと。ね。そうか、祭りが、祭りすとそういうことをする同人誌で言ったら、君たちの同人誌でもあるってことなんじゃない？せやな、せやろ？祭りすが出たら、それはもう君たちの同人誌。じゃあ読む派ってこと？みんな、あれは俺じゃない。そうなの？俺じゃないってことは、俺じゃない方がいいってことで、ということはそういうのが趣味なんだ。ちょっと待って、朝だよ！やめようよ！